I've been hating you. Too long to stop now. You're retiring, and you want to be free. My hate was growing stronger as you became a habit to me.現地時間2020年1月26日午前9時45分。日本時間では27日の午前2時頃ですね。コービー・ブライアントが突然ヘリコプターの事故で亡くなったという報道がありまして、帰らぬ人になりました。先ほどの動画っていうのは、コービーが引退する年2016年に、コービーの引退を惜しむためのナイキの CM なんですね。なので、コービーの死去を惜しむ CM とは全く関係がないんですけど、まあ、コービーの今年で亡くなってから3周期ということで、まあそんなにもう、なんて言うんだろう、みんな悲しんでというか、コービー自体それを望んでるわけではないと思うので、そんなにこう悲しい感じにはしたくないんですけど、僕なりにそのコービーがどういう選手であったりとか、最近レイカーズファンになった方とか、コービーがどういう選手って多分わからない人もいると思うんですね。なので、コービーがどれだけすごかったんだよとか、僕なりの思い出を語っていかせていただければなと思っております。で、この動画では、コービーの生い立ちからまで話すと、まあ、すごく長くなってしまうし、逆に僕がもっと力をつけて、来年のね、コービーのまた命日の時にもっとコービーのことを詳しく語った動画っていうのを作ろうと思ってるので、僕が話したいのは、コービーを僕が NBA を見始めた瞬間から、どういう選手で、僕はこういう思いで見てたんだよっていうのを話したいなと思っております。まず僕が NBA を見始めたシーズンっていうのが2010-11シーズンなんですね。僕がちょっと中1になった時にコービーの存在を NBA2K を通して知ったので、まだこの時は、あ、コービー・ブライアントだ、あ、レブロン・ジェームズだぐらいだったので、そんなにコービーに対しての思い入れっていうのは実はないんですね。優勝したコービーが2連覇を果たした次の年の話なんでこれは。ただ、2K をプレイしてて思ったのは、わ、コービーさえ使ってれば3ポイントが得点が入るみたいなゲームだったんで当時は。なのでコービーっていうのがどれだけすげえんだってのは、わからないながらに僕も当時は感じておりました。しかしね、このシーズンっていうのはコービーも怪我で出遅れたりとか、マーベリックスにねプレーオフで負けてしまって優勝も3連覇逃してしまったシーズンなんで、僕自身まだこの時にはコービーって NBA の王なのかみたいなぐらいに思ったんですよ。しかもこの時からコービーを見始めた僕からしたら、そう、この前から見てればコービーってすげえんだってなってる人多いかもしれないんだけど、俺はもうコービーの全盛期から下り坂になる瞬間から見始めたから、正直コービーのこと好きでもあんまり注目してもいなかったっていうのが正直なとこなんだよね。まあもう一つの理由としては、次の年にね、レブロン・ジェームズっていうキングさんがね、優勝しだして、で、そっからレブロンがイーストないし NBA を支配していくことになったんで、レブロンが王でしょうぐらいに思ってました。それはもう申し訳ないんですけど、まあ当時まだ子供だったんで僕的にはそう思っちゃってました。まああとその印象に拍車をかけるように、その次の年ね、レブロンが優勝した次の年に、なんかレイカーズにさ、すごい選手来たじゃん。ドワイト・ハワード、あ、当時はすごかったんですよ。はい。あ、スティーブ・ナッシュとかね。まあこの方はもう引退間近だったんですけど、まあ来て、うわ、レイカーズやばーみたいな。で、なんかスタメンがさ、ナッシュ、コービー、メッタ・ワールドピース。あ、知らない方はね、この人めちゃめちゃ悪いことした人なんで、悪いことってかまあ、とかパワー・ウーガー・ソウルとか、ドワイト・ハードっていうスタメンだったんですけど、この当時から NBA 見てた人たちがしたら、いくみたいな。だからそれくらい期待されてたシーズンだったんだけど、なかなか全員がね、怪我で噛み合わないし、戦術的にもわちゃわちゃだったし、全然な感じだったんですよ。プレイオフには出れたんだけど、もうそんなそんなみたいな。もう必ずしも優勝できるみたいなチームでは全くなかったんで、もうどんどん僕この時期からコービーの印象が悪くなってったんですね。まあ、コービーのせいじゃないんだけどね。まあプラスでね、レブロンさんがね、この年に2連覇を果たしたっていうことで、もう僕の心はレブロン・ジェームズに奪われちゃってまして、言うの忘れてたんですけど、僕 NBA 見始めた頃からレイカーズファンじゃないんですよ。デリック・ローズファンになろうかなって思ったら、あの人怪我しちゃったんで、レブロン・ジェームズを追いかけたらもう
そこから個人ファンだったんですね。レブロンがいるチームさえ勝てれば NBA はどうでもいいくらいに思ってた人なんで、この時はもうレイカーズにはもう感情一切抱いてなかったんですよ。申し訳ないんですけどね。で、まあコービーもかわいそうっていうか、この年に左アキレス腱断裂しちゃったりとか、その次の年もね、故障に悩まされたりして、もうコービーっていうのは正直この年ぐらいからもう怪我との戦いになってしまったっていう感じだよね。ただね、それでも一時期得点ランキングの1位にいたりとか、なんかすんごかったんよね。で、怪我をして帰ってきてはすげえプレーをするけど、やっぱ年なのかな、怪我をしちゃってみたいな感じが続いちゃって、2015-16 シーズンに親愛なるバスケットボールへっていうメッセージを発表して、今シーズン限りで現役を引退すると、俺の体はもう言うことを聞かないと、心は高鳴ってるし、もっとやりたいっていう気持ちはあるんだけど、体がもう休めって言ってるんだみたいなメッセージを残すことによってシーズン前に引退を発表したってわけよね。で、これを受けてもうコービーなんて、もう俺はその時は理解してた。あ、こういう人はすごかったんだ、2010年の NBA の王はコービーなんじゃないかみたいな選手だったんで、その選手が引退するっていうことはもうみんなお疲れ様みたいなムードに包まれてたわけよ。だからコービーがアウェイの試合に行ったら普通ブーイングなんよ。だからコービーなんて今までブーイングの方がされてきたの、俺が冒頭で見せた CM 見たくね。けどもうお疲れ様みたいな、コービーからひどい仕打ちを受けたチーム全員がコービーの引退を惜しんで、まあそこにいるスーパースターウェイドとかもそうだったかな、あのハグしてお疲れ様だよみたいなのを1年通してやっていくって感じだったの。で、もう肝心のプレー自体ももうこの時はもう本当に散々で、キャリアでもルーキーとかそのくらいレベルにワーストの得点を取ってしまってて、確率もめっちゃ悪いと、今のウェストブルックさんよりひどかったのかな正直。けどコービーっていうのはそれでも必死に頑張ってシーズンの最終日を迎えたんよ。で、まあそんだけもういいプレーもできなくて満身創痍になってたら、あ、もうお疲れ様ぐらいで終わるのかなと思ってたよ。実際に試合始まる前に、あのシャックね、シャキール・オニール、まあコービーと一応喧嘩とかはしてた元チームメイトなんだけど、もう晩年では仲良くなってっていう人が、まあジョークね、あの煽りなんだけど、コービーお前50点取ってみるよみたいなこと言ったらしいんよ。ただね、コービーはね、50点取れって言われたらね、それを上回る闘争心を見せる人だったんすよ。まあ引退試合だから、コービーにボール回せみたいな会場のね、ちゃんととかもあったんだけど、まあそれに付随してなのかな。コービー、1クォーター目からめちゃめちゃ得点決め出して、シュートもね、確率自体は良くなかったんだけど、あれみたいな。これ50点マジで狙ってねみたいな雰囲気になったの。で、実際ね、3クォーターまでにも37得点いって、えみたいな。え、これガチでやるくねみたいな。で、実際に、あの、50得点超えたんだけど、まあ、ゲームに勝たないと意味ないじゃん。だから、もうコービーはもう最後の力振り絞って、自分で勝たせてやろうっていうところで、引退試合よ。引退する人ってもう力を発揮できなくなってやむを得なく引退するっていう人なのに、この人60点取ったよ引退試合で。やばくない？史上最年長の60得点だったっぽいね、この時に取った60点ってのは。いや、もうやばみたいな。いや、俺コービー怪我とかしてたし、もうなんか痛々しいって思ったの、失礼な話だけど。けどやっぱこの人エグかったんだなみたいな。俺全盛期見れなくて残念だったなって思ったくらいだったんだよね。リアルタイムでもう全盛期見てないんよ俺正直。で、見事ね、試合も60点取って勝ったし、シャックもあいつに50点取るっつったけど、60点取りやがった、クソ野郎みたいな、なんかもう、そういう友情もいいよね。でも、華々しい引退を飾ったんじゃないかな。いや、正直、レイカーズ今年最下位だし、チームとしては最悪だったのかもしれないんだけど、なんか、喧嘩別れでさ、引退しちゃう人とか、うやむやで引退しちゃう人も NBA にはもういっぱいいる中で、俺は引退した足跡を残したぜっていうのが、コービーの引退の仕方だったんだよね。で、彼はね、引退した後は、なんか、老害みたいなさ、コメンテーターいっぱいいる中で、もう本当にバスケットを盛り上げていこうっていう活動をいっぱいしてたよね。特に女子バスケットボールへの貢献度っていうのは現地でもすごい評価されてて、コービー娘さんが結構いらっしゃるんだけど、その娘さんたちをまあ WNBA に導くためにコーチングしたりとか、で、それに付随して他の優秀なバスケットボール女子選手っていうのを応援していくっていうのも結構フューチャーされてて、あ、コービーって引退後も素晴らしい活動してるな、みたいな感じで、NBA 自体にもめちゃめちゃこう応援してるってことが多くて、で、俺、2018年にさ、レブロンが来たから、もうガッツリね、レブロン個人ファンやったんで、レイカーズ応援しようと思って、あ、実際にもう、そこからレイカーズファンになったよ。実際、箱推しになったよ。レブロンが多分レイカーズからいなくなることが未来的にあったとしても、俺は多分レイカーズを押そうと思ってるよね。まあ、レイカーズの古着が好きだったからっていうのが入りなんだけど、まあまあで、レイカーズの試合にコービーがちょくちょく遊びに来て、レブロンに、やったれよお前みたいな、なんかこう嫌味を言うとかじゃなくて普通に激励しに来てるコービー見て、うわこの人いい人だなみたいな、現役時代ってもう怖かったよ、ブラックマンバヘビだって言われてて、もう目とかめちゃめちゃ怖いし、ヘラヘラなんて絶対しない人だったんだけど、引退したらすげえほがらかな顔してて、あーなんかいいおっちゃんになったなみたいな思ってたの。
けどね、いきなりそのニュースは舞い込んできたよね、3年前の今日に。俺がコービーの死を知ったきっかけっていうのが、ボーリミズバンバさんっていうバンバさんね、 NBA YouTuber のもうトップの方いらっしゃるんだけど、その人がタイムライン投稿してたのよ。え、何かなみたいな、なんかノビツキーってコービーのことどう思ってるんだろうみたいな投稿してたのを覚えてるんよ。え、どういうことみたいな、え、なんか今日あったっけみたいな。で、急いでツイッター見たら、コービーが亡くなったらしいみたいな。いやいやいや、フェイクニュースでしょみたいな、別人でしょみたいな思ったんだけど、やっぱニュースを追っていくごとに、え、マジみたいな。なんかレブロンが飛行機から、遠征先から降りてきて、コービーの死を聞いて、もう泣き出すっていうビデオとかも流出してて、あ、マジなんだみたいな。なんか正直よく分かんなかったんだよね。こう芸能人がさ死んでもさ、まあそんななんかうわーみたいな感じでもう忘れちゃうじゃん、正直してたし。けど自分が好きなコンテンツの第一線級で活躍してたレジェンドが41歳の若さで亡くなった、しかも事故でみたいな、なんか受け入れることができなかったよね。悲しいの前に何が起きてんのみたいな感じだった、正直。で、俺は正直コービーのちゃんとしたファンじゃなかったし、リアルタイムでねコービーを見てた人からしてたらそんなに思い入れがないのかもしれないんだけど、他の YouTuber とかもすごい取り上げたり、楽天 NBA の公式で流してるコービーの追悼番組とか俺めちゃめちゃ感動するからぜひ見てほしいんだけど、まあ衝撃的だったのは NBA ダイナー、俺毎回楽しく聞かせてもらってんだけど、大西レオさんが配信中に泣き出しちゃって、で、まあ、ああ、そっか、みたいな、大西さんは、まあ、コービーのルーキーの頃から見てるだろうし、こういう感じなんだな、みたいな。まあ、俺もすげえ悲しい気持ちになったっていうのと、まあ、この年ね、最悪なことにコロナも被っちゃって、バブル開催のプレイオフだったんですよ。で、実際、レイカーズの雰囲気としては、いや、コービーのために優勝しようぜ、みたいな。ブラックマンバージャージつけて勝とうぜ、みたいな感じだったんよ。で、他ファンからしたら、コービーの死は悲しいんだけど、いや、お前らだけのためのもんじゃねえよ、みたいな感じだったんね、他ファンも。そういう人も言ってる人もいた。まあ、ただ、レイカーズは、やっぱり、コービー・ブライアントでしょっていうところで、俺らはその気持ちを胸にもう優勝をもうめちゃめちゃ喜んだってとこね。もうこの時になったら俺はもうレイカーズ絶対応援してこうみたいな感じになってました。で、実際コービーがね、まあ娘のジアナさんも亡くなっちゃってるんですよ、一緒に。まあなので本当にもういたたまれない気持ちになったし、大西さんもね言ってたことなんだけど、そのコービーが亡くなる瞬間に一番先に思ったのは、この一緒にヘリコプターに乗ってたジアナさんをどうにかして守ろうって思ったんじゃないかみたいな、僕も子供がいるんでみたいなこと言ってて、あ、そっか、親的にもそうだよなみたいな感じで、また余計俺もちょっと胸に来るものがあってっていう感じでした。まあもうちょっとそんな辛い話はやめにして締めに入るんですけど、まあ俺がコービーから感じ取ったっていうのは、まあ一定以上嫌われてるわけよ。人気選手はもう嫌いな人もアンチも同時に多いんだけど、そういう選手がいざ引退するってなったら、これだけ惜しまれてるし、コービーが NBA とかバスケットボール界に残した功績ってのはめちゃめちゃでかかったんだなっていうのを思ったっていう話ですね。今コービーの場所とかもね、また復刻することになってめちゃめちゃ人気になってるから、みんなも買えばいいと思うし、コービーの思いを胸に頑張ってるよっていうのを公言してる選手、ジェイソン・テイタムとかね、他にもいるんだけどいたりして、まあ、コービーがやってきたことっていうのは今も刻まれてるよって話を、まだコービーのね現役世代を YouTube とかで見れると思うから、もうハイライトとか見てそこで学んでね、あ、こういうすごい選手がいたんだなっていうのをぜひ今日は、コービーの死を悲しむだけじゃなくてこの人すごかったんだよっていうのを思う日になったら僕的にも嬉しいなっていうお話でした。まあ、こういう形でちょっと違う形でほぼほぼラジオ風だったんで申し訳ないんですけど、まあ、コービーの死をどうしてもちょっと射止めたいなという気持ちで動画出させていただきました。なので最後はこの言葉、コービーが引退試合で放った有名な言葉で締めさせていただきたいと思います。本日もお聞きいただきありがとうございました。ブラックマンバよ、永遠なれ。 What can I say? Mamba out.